私の一番大切な人のためだもの。今の私ならこんなこと何でもない。ありがとう、みんな。少しの間だったけど、今までで一番楽しかった。届くかな、彼に。私のエアキス。揺らめく水面が柔らかな朝日をスポットライトに変え、舞台を彩り始めると、開演を待ちわびた花々は顔を赤や黄色に染めて、これから始まる演奏に耳を傾ける。川のせせらぎを伴奏にして小鳥が歌い始めると、海からの意地悪なそよ風は木々を揺らしてコンサートの邪魔をする。悠久の時を超えて繰り広げられてきたこのいさかいは、絶妙なバランスを保ちながら今もなお絶えることなく続けられています。そんな幸福という名のせめぎ合いの中に、一つの小さな村がありました。テヌートと呼ばれるその村は、海から7キロメートルほど離れた小高い丘のてっぺんに位置し、涼しげなそよ風と素晴らしい眺望と神様から授かっています。そして至る所に花々が咲き乱れ、その眺望に彩りを添えているのと同時に、花の村と呼ばれるゆえんにもなっています。夜ともなると、麓にある港町の明かりが宝石のようにキラキラと瞬き、見る者の欺瞞を取り除くとさえ言われています。これだけの美しい村ですから、観光客目当ての露店などありそうなものですが、そのようなお店はどこを探しても見当たりません。それどころか村はとてもひっそりとしていて、
その静けさが村の景観をさらにワンランク上へ押し上げているようです。それはね、お月様があるからよ。お月様？そう、月の魅力が海の水を波立たせるの。あまりにも美しすぎて、海の水がざわめくのよ。本当？本当よ。お月様を見てると、心が震えてくる気がしない？水たまりもお月様が出たら波が立つのかな。ダメよ、水が少ないもの。海くらいいっぱいの水がないと波は起こらないの。うーん、変なの。水の量なんて関係ないような気がするんだけどな。その水の量が一番関係あるのよ。特に人間に当てはめた場合には。人間界には月の代わりに心を乱す魅力を持ったものがたくさんあるわ。お金、見栄、地位、容姿、そして権力。それらに魅せられて人々は波立ち、そして疑心暗鬼がその波を大きくするのを手伝う。そう、人間が多ければ多いほど高い波が起こり、もっと多ければもっと高い波が立つ。そうやって争いに突入していくのね。あなたにはまだちょっと早かったかしら。でもね、そうなってしまったら、あなたが海に飛び込むしかないかもしれない。そうすれば、きっと高い波も穏やかになるわ。少しだけ辛いけど、あなたが頑張れば、あなたの大切な人が幸せになるんだから。本当に？月の美しさで揺らめく海水と汚い魅力で波立つ人間とを比べたら海水に失礼ね。穏やかな顔ですこと。先ほどまではあんなに苦しそうだったというのに。何か心地よい夢を見ていらっしゃるのでしょう。そう、それはよかったわ。このまま回復に向かってくれればなおのこと良いのですけれど。人は死の直前に穏やかな夢を見ると申します。何をおっしゃるのです。縁起でもない。申し訳ありません。ただの迷信であってくれればよいのですが。フレデリック、
くなってしまったわね。母さん心配してるかな。日が落ちる前にお家に帰らなくちゃ。リタルダントにはあんなに大勢人がいるのに、どうして誰も買ってくれないのかしら。それに、あなたも私に触れられたくないのね。レヌート名さん、花粉薬はいかがですか？よく聞きますから、どうか買っていってください。花粉薬？今時花粉薬なんてまだ売っていたんだ。でも今は抗菌薬があるしね。悪気はないがね、娘さん。花粉薬は今時流行んないよ。やっぱり誰も買ってくれないな。なんですか？なんなんだよ。そっちがいけないんじゃないですか？てめえがぶつかったんだろう。だってあなたが大丈夫ですか？楽になりました。触るな。俺に触るなよ。かっこいい。キラキラしていたよ、お母さん。ダメよ、こっちに来なさい。いい？今度キラキラを見ても近寄っちゃダメよ。どうして？どうしても。さ、行くわよ。